ようやく F3 戦闘機の輸出に対する公明党との合意が成立し、15カ国限定での輸出が開始され、3月26日に閣議決定されたとの情報をキャッチしました。今回は、そんな15カ国輸出を可能とした次期戦闘機の話と、日本の戦闘機配備の行く末を詳しく見ていきましょう。次の F 用戦闘機準国産計画の過程で、この3カ国での開発は必要なことなのです。準国産早く見たいよ。日本、イギリス、イタリアとの共同開発が進められている次期戦闘機 F3 を、防衛装備移転三原則にのっとって行われる第三国への輸出について、自民党と公明党の間で同意が得られていなかったが、次期戦闘機については、輸出先を国連憲章に沿った移転協定などを結んだ国のみとすることを柱として検討することで、これまで、輸出に難色を示していた公明党が要求していた歯止め策として提示したことで合意を得た。そして、2024年3月15日に、自民党の都会政調会長と公明党の高木政調会長が会談をして、公明党側が歯止めを設けることで輸出を容認する合意が得られたことを表明し、両政調会長は私たち与党の方も、こうやって合意をしたからには説明責任を負うということで、しっかりとした説明を自民党と公明党で国民の皆様方にしてまいりたいと述べた。この政府与党の合意によって、3月26日に閣議を開き、第三国への次期戦闘機の輸出を容認する方向性を閣議決定で示し、国家安全保障会議 NSC を招集して、正式に次期戦闘機における防衛装備品移転三原則の運用指針を改正した。この運用指針によって、次期戦闘機の輸出ができるようになったのは、日本が国連憲章に沿って、防衛装備品の移転協定をすでに交わしているアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、アラブ首長国連邦、UAE の合計15カ国である。政府では、イギリスとイタリアを除く、これら15カ国から、次期戦闘機導入の打診があった場合、戦争や紛争の当事国で、ないことを条件ではあるが、個別に、与党間で協議を実施した上で閣議決定により承認していく方針が打ち出された。具体的に説明すると、厳格な意思決定のプロセスを進めるために、政府が輸出を可能とする場合に加え、実際に戦闘機を第三国に輸出する際にも閣議決定するほか、この方針の対象は次期戦闘機だけに限られ、輸出先を前とした15カ国に絞るとともに、戦闘が行われている国には輸出しないというものだ。さらに、今後、新たに、日本と移転協定を交わした国への輸出も可能になる予定であり、これによって、イギリスとイタリアが抱いていた次期戦闘機共同開発に対する悪影響への懸念が払拭されるだろう。また、自民党内においても、日本政府が次期戦闘機の輸出を拒んだ場合には、日本が提供する最新技術が見返りなく奪われるだけでなく、将来の多国間における防衛政策に大きな禍根を残すことになると指摘されていたが、歯止めがつけられたものの、輸出への道が開けたことで安堵する声が広がっている。これに対して、野党からは、15カ国に絞ったといっても、新たに協定を結ぶことで輸出国を増やすことは可能であり、何の歯止めにもならないだろう。戦闘が行われている国には輸出しないというが、輸出後に戦闘が行われたケースはいくらでもあり、これもまた歯止めにはならないと指摘されており、今後も政府と自民、公明両党は国民に対する丁寧な説明が必要である。次期戦闘機の開発は共同開発機関が今年の秋頃までに発足される方向で最終調整に入っているが、本部はイギリスに置かれて組織のトップは3カ国から交代で就任することが決まっていて、最初のトップには日本人が就任する方向で進められている。2024年12月9日に日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府から次期戦闘機の開発においてはグローバル戦闘航空プログラム GCAP と称されるプロジェクトが立ち上げられ、これまで日本が進めていた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア及びスウェーデンの間で
ユーロファイタータイフーの後継機として共同開発が進められていた。BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、共通の戦闘機を共同開発することが発表された。現時点で、スウェーデンは共同開発計画には参加していないが、この GCAP に各国から参画する日本企業として、次期戦闘機開発計画において、もともと契約の主幹であった三菱重工が、新たに主契約者となって機体を担当することになったほか、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することが決定した。また、イギリスから参画する企業として、機体については BAE システムズ、エンジンはロールス・ロイス、電子機器はイタリアのレオナルド SPA のイギリス法人がそれぞれ担当することになった。一方で、イタリアからはレオナルド SPA とアビオエアロが開発に参加するほか、次期戦闘機用のミサイル開発として、イギリスに本社を置くヨーロッパの武器製造企業である MBDA も参加する予定だ。さらに、日本、イギリス、イタリア各国政府から、前とした GCAP を推進させるための政府間組織を、今年の秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと報じられていたが、その共同開発を管理するために設立されることになった国際機関 JIGO の設立条約が、昨年末に署名されたことが各国政府から発表された。JIGO は、本部をイギリスに置き、当初の組織のトップには、日本人が就任する方向で調整しており、2024年内に正式合意する見通しとされている。また、次期戦闘機開発の中核となる日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズに加えて、イタリアのレオナルド SPA も、この JIGO からの指示に基づいて、機体の設計や製造などを担う共同企業体 JV を立ち上げるらしく、この JV も本部機能はイギリスに置かれ、こちらの初代トップには、イタリア人が就任する方向で進められている。なお、JIGO と JV それぞれのトップについても、数年ごとに、3カ国が交代で務めることになっている。今回 JIGO や各国企業による JV に関する組織トップの持ち回りなど、表向きは、3カ国のバランスを取った形となっているものの両組織の本部がイギリスに置かれたことについて、これまで日本政府が次期戦闘機開発において掲げていた日本主導の開発という大きな理念が後退する可能性があると指摘されている。3年ごとにトップが交代しても本部がイギリスにあるため、開発の主導権をイギリスに握られるのではないかと懸念を示す軍事評論家も出てきているが、これまでの戦闘機開発の経験から見て、3国の主幹企業の中で、ノウハウが最も集積されているのは、BAE システムズであるので、仕方のない気もする。今後、JIGO では、機体設計に求められる要求項目などを整理し、JV に、設計や製造などを発注する運びとなり、防衛省は、来年度予算の概算要求の中に、共同開発機関の運営拠出金を計上し、イギリスとイタリアも同程度の金額をそれぞれ負担する方向で調整しているようだ。また、次期戦闘機における各国の要求が違ってくる可能性があることを指摘する声が一部の軍人評論家から上がっていて、空自における次期戦闘機の位置づけが F2 戦闘機の後継であるとすれば対艦攻撃能力が必要となるが、共同開発で作られる次期戦闘機にそれが盛り込まれるかは不透明らしい。しかし、このことについては、仮に、次期戦闘機が空戦能力重視の星空戦闘機であったとしても、空自が現在納入を進めている。アメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2が星空戦闘のみならず、対地、対艦攻撃も兼ね備えられている多用途戦闘機であるため、問題はないだろう。